皆さんこんばんは、ゆうこんちのたいちゃんです。はい、ということで本日のトークはスタートポケモンとスタスタ待ってました。はい、ということで本日ね、ハロウィンフード初日になるんですけれども、第1弾としてね、スタジオスターズレストランとポケモンがコラボしたレストランに来てます。はい、まあちょっと言い方違うかったけど、まあいいでしょう。いいでしょう。はい、とにかくね、めちゃくちゃ可愛いポケモン、人気のねポケモンのフードがたくさんございますので、皆様にシェアさせていただきます。じゃあ早速食べに行きましょう。まあ、スタ自体ね、美味しいレストランになるので、味もちょっと期待しております。楽しみです。ということで、早速いただいていきたいと思います。はい、ね、ゲンガーの、ね、ハロウィンプレートセットになるんですが、これめちゃくちゃ変わってて、3種類ね、カレー入ってんの。あ、そう。なるほどね。欧風カレーとブラックカレーとキーマカレーが入ってます。こんなん初めて。で、カレー自体ね、あのスタジオスターズレストランめっちゃ美味しいレストランなんで、もう期待しちゃっていいんじゃないかなって思います。はい、で、見た感じでちょっとまた喋らせてもらいますね。ゲンガーの、これ大根ピクルスみたいなのとか、はい、で紫キャベツのピクルスみたいなのが入ってますね。あとヒレカツと、でお米ね、これたまにユニバで使われる、まあ、古代米みたいな感じでね、たまにね、あのジュラシックパークエリアで使われるタイプのご飯だと思います。俺ね、55 の、 あのカレーが大好きなので、まさかブラックカレーをね USJ で食えるとは思ってなかったので、だいぶテンション上がっております。それじゃあいただきたいと思います。55の実装はいけます。ちょっとルーだけ、55だけ先にいただけそういうとこあるんで、ね、あのね、歌いたいところやけど、ゴーゴーカレー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 、ちょっと違う。あ、そうでもこれはこれでめっちゃ美味しいです。もういただきます。すいません、ちょっとテンション上がっちゃって。これはめちゃくちゃ美味しい。ほんまにめっちゃ美味しいです。カレー自体のね、辛さで言うと、もしかしたら甘口と中、いや、これ中辛にちょっと足踏み入れてるぐらいの感じかもしれない。もしかしたらちっちゃいお子さんはね、若干厳しいぐらい味濃いですね。うん、辛いっていうよりね、濃い。普通のかな、これ。うん、これ欧風カレー。なるほどね。で、キーマカレーでいただきます。うまい、全然違うわ。これはうまい。お喜びでよかった。そうやね、あの、まあ、ブラックカレー自体ね、まあ、普通に考えてあの味濃いカレーなんで、もうゴーゴーカレーもね、ほんまちょっとのルーでご飯とカツいけるんや、そういうタイプのカレーです。なので他のキーマと欧風はね、そこまで、まあ、普通のスタンダードなカレーです。そこまで辛くもないっていう感じです。でももしかしたら若干スパイシーな、まあ、本格的な味はするんで、小さいお子様とかは、まあ、あの星の王子様カレーに慣れちゃってると、うん、ちょっと大人な難しい味なんかなとは思います。
で、お米自体もね、古代米なんで、やっぱり歯ごたえもあるし、ちょっと固めに、炊かれてる。俺はこれめっちゃ好きやねんけど、まあ、こういうカレーを食べ慣れてないお子様はびっくりするかもしれないなと思って。でも全体的な味で言うと、やっぱりめっちゃ美味しい。ヒレカツいいですか？あ、マリス割ってるとこ見たい。こうなったらやっぱ柔らかい。あこのままちょっといただきたい。バスの中何なんだ今やりますちなみにね、今調べたんやけど、この流れてる音楽はポケモンミュージックコレクティブやったかな。なんかプロジェクトの曲がね、不思議だねそれぐらい、うんうんうん、流れてて、めっちゃ結構ね、ほんまに、まあ、ダンスパーティーのコンセプトに沿って作って選曲されてんじゃないかなと思います。はい、カツの話やなカツ自体はね、切れカツなんで もちろんめちゃくちゃ柔らかいんやけど、若干ちょっと衣分厚いなとは思います。けどね、まあ、ブラックカレーと衣って合うんやだからもう満体いただきたいと思います。めっちゃ美味しい。続いてはピカチュウ。よいしょ。はい、お次はピカチュウいただきましょうか特に喋ることはない。でね、これ見た瞬間思ったのがさ、え、これプニプニの卵かなと思ったらパンです。あ、ここ耳のとこね。あ、そうです。これいくよ。あらあらあら、もう感触的にあのキャラクターもあるやん、あれと一緒。うん、いただきます。あ、これつけて食べれる。うん、ピカチュウの耳だけ先に。うん、離れ技。うん、あ、なんかちょっと味があって美味しい。あ、いい感じだね。これはコーンがちょっと待って、離れてみてこれ。そのままにしといてな。だいぶ間抜けですねで、なんか見てください皆様。コーンとあのちょっとスパイスなアメリカ的な、そうな感じですね。はい、お肉ね、めちゃくちゃゴロゴロでっけえ肉入ってます。いただきます。この赤ワイン煮込みやからね、うん、もしかしたら大人な味なんかなとか思うんやけど、その辺いかがでしょう。あ、美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。大人感も結構ある。ちょっとのほんのちょっと酸味が効いてるような感じかな。ちょっとやっぱ大人かな。そうなの。お肉もめっちゃ柔らかい。めっちゃ、あ、今なくなったもんね食堂に入っていった。食堂にポンって入っていった。ちょっとご飯といただくね。いただきます。入るかな。合う。合う。それは合うわね。これ合わんかったら嘘よ。これご飯。でね、どっちかっていうとビーフシチューみたいな感じ。そうなんや。甘い煮込みやったね。そう。そういう味になるやつな。全然辛くないし、はいはいはい、お子さんでも全然食べれると思うよ。うん。ただ子供自体のせいかでも全然平気なので大丈夫だと思います。はい。これはちょっと気になる。これね、気になるね。めちゃくちゃうまそうじゃん。マッカロニ？ツナとマカロニっぽいね。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。うん、あの子供受けいいかもね、これは。ツナってさ、こうさっきギシギシするイメージあるけど、全然それがなくてまろやかで、マカロニがあることによって食感もすごい楽しい。この上のカリカリの部分もな、ちょっとあの美味しい。ちょっと美味しい。いや、結構美味しいけど。焼き野菜とかも入ってる。あ、そうですね。めっちゃいい感じの。神戸が似てますが、これは食べれるんです。食べれます。ピカチュウのお尻尾はパイでございますね。はい。お子さんもね、ビーフシチューがいける方も全然食べれる王道の味でございますので、はい、ぜひ食べてみてください。はい、ピカチュウは可愛いお子様におすすめ。遊びもできるしね、さっきの。確かに。ということで、スイーツをね、いただきたいと思います。まあ、言うて俺らね、青、赤、緑の世代なんよね。まあ、金、銀がしっかりと、まあ、もちろんやってるんやけど、まあ、言うたらね、
ピカチュウとゲンガーは分かりますわ、うん、はい、ということで今回ねゴーストポケモンちゃんとね俺ら予習してきました。さすがに申し訳ないんでね、ジュペッタの話はもうね泣きそうになったわ。泣きそうだな。めちゃくちゃ面白い。とにかく今回ね予習したことによってちょっとポケモンに割と結構ちゃんとハマりそうな感じして、なんか見てよかったなっていうのはほんまに思いました。ということでスイーツいただきたいと思います。ハロウィンっぽい色の、あ、まあ、でもハロウィンっぽい色っていうかジュペッタの色やねこれはね、完全にいただきたいと思います。まあ、他の店舗のこと言って申し訳ないんですけど、ケーキといえばやっぱりビバヒル内のね USJ のケーキといえば、でもねそれに匹敵するぐらい美味しいです、ね、まあ、基本的に味の主体はマンゴーやねんけど、そう、マンゴーってさそんなにまあ割と爽やかな方の部類に入ると思うんやけどね、このめちゃくちゃ薄いとこ、このねごめん断面映ります、ここね、ここがねキャラメルなんよね。あ、ごめんごめん。だから一瞬食べた時にうんってなってん、そういきなり来た、なんやろな、塩味っていうかなんか深い味はなんなんやろと思った時に、チョコレートケーキとマンゴーってまあ普通に合うやんか、でその中にいきなりキャラメルの風味がちょっとだけ入ってくることによって一気に高級感が増してます。だから正直ね、スタスタのケーキっていつもそんなに高級感はないんで、可愛い全年齢に向けたケーキが多かったりするんやけど、これは大人も子供も楽しめるケーキだと思います。ここがほんまにちゃんとこだわってたりしててね、かわいいよな。うん、おいしいよ。今の食レポでめっちゃ食べたくなった。おすすめです。それがこれ一番うますぎるやば、マジでおいしいよ。いいですね。拍手もミミキュー、さやかもあの予習でミミキューと武蔵のね話を拝見させていただきました。もうねやっぱ人気あるの分かるってぐらい魅力的なキャラクターやってん。やっぱポケモンって普通にめちゃくちゃストーリーとしては面白い。面白かった、めっちゃ面白かった。ということで皆さんちょっと上が気になると思うんですよ、結構 3D なんよね。まあさやか大好きなクレッパちょっと後に置いてきました。はい、まずちょっとごめんね、もう本当申し訳ないんですけど、割っていいですか？そうなるから、結局そうなる。なんかもうちょい可愛い割り方あってもいいかなとは思うけど、なんとなくベリーじゃん。ベリーですね、ベリームースかな、ベリームースかなとか言いながらさ、これ見てよだれが止まらんかった。まずムースをいただきますね。おいしい、おいしい。これは本当にユニバーによくある、ムースとベリーの感じですね。うん、もう味はいつも通りって感じ。うん、お耳は多分チョコレートかな。何これ、砂糖、うん、砂糖砂糖じゃない、何これ、ちょっと食べて、何これ。ではお次クレープの方いただきますね、はい、結構せいかクレープに厳しい方ではあると思うんですけど、うん、見た感じで言うとさ、あのアイスのクレープあれ、あーコンビニとかあるけど、それの生地に似てるような。そうやね、これもちょっと切ってみようかな。中にクリーム入ってる、なんかクリーム入ってますね。いいや、いただきます。特別このクレープがもっちりしてるとか歯ごたえがあるとかそういうのはなくてですね、アイスのクレープの側の感じだったり、例えるならジョイフルのクレープに似てるかな。あんまり大阪に店舗がないジョイフルで例えてしまうという山口県民でございます。あ、でもでも甘いし中にクリームたっぷり入ってるのでとても美味しいし、多分あのねムースと一緒に食べてもいいんじゃないかな。ムースと一緒に食べることによってよりまろやかさがアップします。間違いなく今回の食べ物の中で一番映えランキングはもうダントツで1位よね。映えるよ、さすがに可愛すぎる。美味しい、あ、でもしつこくない甘さでいいわ。いい、うん、クレープに厳しいさやかでも納得のスイーツということで大丈夫ですか？
ムーマのソーダです。グレープソーダでございます。見てほら。浮いたんこれ。なになにこれ。これ、ムーマのここ。でもね、ゼリーがね、めっちゃ入ってる。これだけじゃなくて、そこにもね、グレープのゼリーがちょっとこんなに入ってる。すいません、汚くて。ちょっと混ぜて飲みたいと思います。なんか、ナタデコも入ってるわ。見た感じ。これ見て。うまいね。めっちゃうまい。うまい。うん。これがね、今飲んだ感じ3種類のゼリーが入ってその 3種類のゼリーともね、食感が全然違うし、味も全然違う。このね、赤い部分はね、結構酸っぱい。だから普通に飲んでて、あ、結構甘いそうだよなと思ってたら、この赤い部分でいきなりってなるから楽しい。これおすすめ。美味しいです。炭酸感はね、まあそんなに強い炭酸ではないけど、まあ炭酸苦手な人は感じるぐらいだと思いますので、そこはお気をつけください。わ、すごいカラフル、綺麗。食感が全然違うっていうのはほんまにね、珍しいタイプの飲み物です。で、そう、これ言うの忘れてたんですが、俺らね、ドリンクいつもレストラン来たら、ラージ以上頼みますので、これ別個でくれました。普通はね、このレギュラーサイズにこうやってハマってるみたいな。今日3枚もらったから1個はめてみる。かわいい、かわいいです。めっちゃかわいい。もらいます。あれね、まあ、俺よくね、ベロがピンクっていうのね、まあ、定評あるんですけど、私ジュペッタのドリンク飲んだら、めっちゃちょっとゲンガーみたいなベロになりました。かわいい、ね。はい、ということでスタスタのね、フード、5種かな、5種ね、いただきました。一番ね、さやかと俺のお気に入りだったメニューをちょっとポケモンの名前で言いましょうか。OK ですか。そんなおもろい。そんなおもんないと思うで、今ちょっと甘がみしたのがツボやったっていう。え、どこかんだ。ちょっとポケモンの名前で言いましょうか。はい、ということで、じゃあせーのでいきましょう。せーの、え、なんだっけ。いや、俺に聞くなよ。あれ、お前で、お前の意思で決めろ。あ、オッケー、分かった分かった。オッケー、行きましょう。じゃあ、せーの、ジュペッタ。はい。あー、やっぱりね、うん、美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。やっぱりちょっと USJ のケーキ常識を覆される。あ、ほんまにほんまに、スタスタの今までのケーキの中で俺は一番好きかな、ダントツで一番味でございました。え、スタジオスターズレストラン自体の、まあ、もともとあるメニューはなくなってました。すべてのメニューがポケモンのね、今回のシェアさせていただいたフードプラスお子様の俺らが食べられるやつ、に変わっておりましたので、うん、なんか元々のメニュー目当てで行くっていうのはね、できなくなっておりますね、はい。ただピカチュウの方であったりとか、うん、まあお子様でも全然行けそうなメニューっていうのはございましたので、ご家族で、楽しめるレストランになってたんじゃないかなっていうのは思います。思います、はい。ではまたね、はい、ハロウィンフード他にもめちゃくちゃあるから、ありますので、今回ちょっとね全部食べて皆様にシェアさせていただこうかと思いますので、はい、シェアします。はい、まだねしてない方チャンネル登録の方していただければ嬉しいと存じます。ありがとうございます。はい、じゃあ、本日の動画を見て、スタスタ行きたいなって思ってくださった方は、ポケモン可愛いなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。ポケモン可愛いなっていうのは多分今日は俺一番思ったと思う。ん？何で？今日俺が一番思った。あ、可愛いなって？野菜かも思った。おもろい。あ、面白い、ね、面白い、本当に面白い。アニポケって言ってんかな。あ、そうなんや。だからアニワン。ゲームと全然違うやん。この雰囲気が。あ、そうなんや。ゲームはほんまにポケモンのゲームの感じ。なんかポケモンの記憶で言うと、セレビーの映画をな、見に行った記憶はあるね。うん。
同時上映は多分ポケモンの夏休みみたいなやつやったと思うよ。甘めのやつ。甘めのやつ。ミュウツーとポケモンの夏休みや。多分そのセットやって。うん、セット覚えてるわ。昔すぎて覚えてないね、その。マリルリとかめちゃくちゃこう、川で遊んでた。